はい、というわけでこれからお腹レッスン、お腹シェイプのレッスン動画配信します。いなり噛んじゃってすいません。はい、まずは、ウォーミングアップ、はい、だるまの練習です。腰をほぐします。背中をしっかりと丸めてお腹を覗き込むようにしてください。起き上がれなくても連続で背中をストレッチしながら行うようにしましょう。なるべく下の方を抱えてもらうようにすると足の勢いを使わなくなるので、まあ、少し難しくなります。起き上がれない人は膝の方を押さえるように行ってみてください。はい、今度はこのままだるまと同じ体勢でストレッチをやります。膝を抱え込んだ状態で背中を丸めましょう。息を吐くようにしながら背中を丸めて、息を吸いながら胸を張ります。腰回りが非常に硬い方にはおすすめのストレッチです。はい、次はロールアップの練習になります。腰から後ろに体を倒すようにゆっくりですね。上半身全体でベタっといかないようにしましょう。起き上がってくるときはしっかり両手を前に突き出すようにして背中を丸めながら起き上がってきます。動作全体をできるだけゆっくり、特にこの下ろすところをゆっくりとキープするようにしながら動作を繰り返してみてください。できるだけ足が上がらないように気をつけましょう。はい、次はヒップリフト、下腹部のトレーニングです。床をしっかり両手で押さえて体を安定させるようにしてください。この状態でお尻を持ち上げます。足があんまり顔よりも向こう側、頭の上まで行かないようにしましょう。基本的にはお尻を上に上げ下げします。骨盤が回ってるのが見れますね。これで下腹部のトレーニングになります。できる人はお尻が持ち上がったところを止めるように行ってみてください。はい、次は同じ体勢でそのまま今度はお尻を上げたら足を下ろしていくレッグレイズ。足を下ろしていったらここから足を持ち上げてまた同じようにお尻を上げます。今みたいに少し頭を上げてお腹を覗き込むように行うと腰が反りにくくなります。このおへその裏あたりが床から離れて持ち上がってしまうと腰に負荷が逃げて腰を痛めるようになりますので、しっかりとお腹をへこませた状態をキープするようにしましょう。はい、次はこのソフトギムニックボールを使います。まあ何でもいいです。持つものがあってもなくてもいいですけど、ガイドがあった方がやりやすいので。はい、V シットアップ、ボールを使って行います。ボールを足に渡して今度は足からボールを受け取るようにゆっくり行います。この上半身と両足が浮き上がったところでバランスを取りながら
ボールをコントロールしなくちゃいけないので、このパターンだと普通にルジットをやるよりもちょっと難しくなります。しっかりこの足だけ上がっちゃわないように、上半身が持ち上がるように重心をレッグレーズよりも少し前に置いて行うようにしてください。はい、次はボールを顔の前に持っていってフラッターキック、バタ足です。ボールの位置が顔の前から動かないように、ボールじゃなくて手を伸ばすだけでも OK です。手で迎えに行っちゃわないようにしてください。足をこの手の位置まで持ってくるように頑張りましょう。この V 字腹筋の体勢のままバランスを取らないといけないので、これも結構重心の置き方が難しいです。連続で動作します。はい、またまたボールガイドに使っていきます。はい、今度はロシアンツイスト、まあ、ただ体をひねる腹筋ですね。はい、これは足を浮かせた状態で、はい、両足が床につかないようにコントロールしたまま、はい、このボールを床につけるように今回は行っています。ボールがない人は、まあ、別に他のものでもいいんですけど、両手を組んでこの両手で床をタッチするようにやってみてもいいですね。目線を一緒に動かしてあげると体をひねりやすくなります。膝と膝の間が開かないように注意してください。はい、今度は横向きにバランスを取るサイドブリッジ。はい、ここから足を上げるレッグリフトを加えていきます。はい、なるべく最初にお尻の位置を高く作っておいてください。今回は20回連続でゆっくり行います。なるべく勢いがつかないように行っています。横っ腹とお尻と同時に刺激できます。はい、このまま反対側も同じようにやっていきましょう。バランスが取りづらい人は今腰に空いてる手は当ててますけども、この手を前についてあげるとやりやすいです。ただなるべくバランスを自分で取る方が効きますから、できる人は腰に手を当てるなり手を上に差し上げるなりして、ちょっとバランスが取りづらい状況を作ってやってみてください。はい、もう一回いきましょう。今度はフロントブリッジの体勢を作って、はい、ここからのレッグリフト、片足ずつ足を持ち上げます。揺らす感じでいいです。腰が反らないようにお腹しっかり力を入れておいてくださいね。で、お尻と肩の位置はなるべく平行に。で、足を上げようとしすぎると腰が回ってしまって体勢が崩れます。はい、腰痛める原因にもなります。で、なるべく腰は動かさないで足だけ持ち上げるような形、これ少しお尻にも刺激入ります。お腹とお尻と股関節の前側、この辺をしっかりとコントロールして行いましょう。これも20回ずつ左右入れ替えて行ってみてください。はい、次は両手を伸ばしてプランクの体勢を作ります。はい、そこから片足片手外して、はい、まずこれでバランスを取ります。はい、逆側も同じようにバランスが取れるか確かめてみましょう。
このバランスを取るのができない人はまずこの練習、はい、これが全然できるよっていう人は次ですね、はい、ここから肘と膝をくっつけて伸ばします。なるべくあまりお尻が高くなりすぎないようにしてください。結構バランスは取れるけど動けないよっていう人が多いと思います。あまり動作を早くしちゃうと転がってしまうので注意です。はい、次はサイドクランチ、横向きに腹筋やります。足を軽く持ち上げるようにすると腹筋から負荷が抜けにくくなります。下に置いてる手で少しサポートをしてみてください。より高く上げるように行いましょう。はい、そのまま同じ方でサイドレッグレイズ、足上げ腹筋横向きでやります。つま先が上に向かないように、体が開いてしまわないように、上にある手は前を押さえるようにして体を固定してください。軽く上半身を持ち上げておくと負荷を逃がしにくい状態になります。さあ、反対側も同じようにやってみましょう。スピードが速くなりすぎないように注意してくださいね。きつい人は今みたいに少し足を下げた状態を作ってやってもらっても OK です。いける人はこんな感じで足を上げてやってあげると強度が上がります。さあ、レッグレイズ反対側が始まりましたけども、膝を少し強めに曲げておくようにしてください。伸ばしっぱなしだと多分全然動けないです。はい、こんな感じでお疲れ様でした。